あの手先を見てるのがいいわ、私こうやってこう見ながらとか。キラキラしてますね。めちゃくちゃ綺麗。もっとレベルの高い人たちに食らいついていかないとっていう気持ち等で頑張ろうと思ってました。自信を持ってパフォーマンスができるように練習して、あいつはやっぱり A だなって思ってもらいたいですね。マサヤ君、マサヤはナンバーワンだったんですよね、コクプー。 OK。 ダンスすごい上手ですね。めちゃめちゃいいですね。熱い気持ちが出る、君とならばどこで超える。ちょっとやっぱダンス的には努力は見えるけど、それ以上の進化が あんまりなかったかなっていう。ちょっと歌がひどすぎるんだよね。まだ本領発揮できてないって感じが。頭真っ白になって、一瞬でなんか自信失った瞬間があってみたいな感じでした。顔洗ってちゃんとし笑ってたりするだけで寝るに寝るとか言われめっちゃ悔しくて、最後に笑ってデビューっていう形で応援してくれた人に応援したいです。チャイス、あふれそうな熱い気持ちが、なんか違反ダンスじゃない。なんかお前はいいぞっていうの、なんか違反なダンスしとる。できないのを有利に使うのやめな。いい声してますけどね。そうなの、ね、低くてラップで低音ですごく攻めてったらかっこいいと思うし、申し訳ねえって感じですね。でもなんかやっと本当の自分の評価を与えられた感じがして納得できます。あ、これセンター匠なんだ。そうです。全然目立ってないね。センターってもうちょっと重要性あってもいいんじゃない。もうちょっと見せる部分を作んないと。みんなが一人で出てくる瞬間とかがあって、一人で踊る瞬間とかがあるから、なんだろう、他の人が狙ってる匠が出たみたいなのは、みんな初めて見た側としたら受け取りづらい部分もあったかもしれない。正直めっちゃ悔しいですね。もうセンターやってるんで、なんかその中でも匠が目立ってたよって言われないと、もう多分ダメな、負ける気がしますね。常に自分を見ろって感じで、俺は自分を見てほしい、自分を気持ちあせやな。俺も初めてこうセンターとかいうその一番大重要なポジションを回してもらってて、俺を見ろっていう気持ちにならないと、そういうマインドでやってるつもりではあるけど、そうたけるとか、そういうセンターの責任を持ってる人たちの目立ち方がすごかったから、ありがとう。うん、し頑張るわ。いけると思います。マジでもうかっこよかった。ほんかっこよかった。かっこよかった。マジでかっこよかった。かっこいいな。ほんまに。頑張るわ。思いすぎんと。頑張れ。共通して今まで真ん中あたりのバンって人気も真ん中、うん、はい、強くもないし悪くもないし、うん、
ずっとそうやってやってきたから、うん、なんかこうやってセンター、この曲の顔になる人になったことがないから、うん、感覚がまだつかめてない。追求とか研究とか各々の視点分かってるので、俺の前では逆に遊んでほしい。ダイナマイトのように弾けたみんなが見たい。はい。できない自分がいたんですよ、ああいう振り切って。全然傷ついてないと思ってたんですけど、内心傷ついてた自分がいて、それが今日吐き出せて、なんか周りのままでいこうと思いました。よりそれはもちろんセンターのプレッシャーとかありますけど、なんかそういうのじゃなくて、なんかその作らない表情というか、素の出た表情が今できてると思うんで、それがどう国民プロデューサーに皆さんに届くか、ちょっと、楽しみです。もう一つなんか自信を持ってお願いします。はい。自信を持って翔吾くん。はい、もう一回お願いします。はい、すいません。ひたすら同じパートをずっと歌ってる時も、なんかどん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 なんか元気なくなってってるなみたいな思って、なんか全然いつものタジでもないような、なんか生き生きと してなかったから。 You feel like a frozen You feel like a frozen。 周りが見えなくなる感じがしました。息苦しい感じ。お疲れ。お疲れです。お疲れ様です。いやー、長いです。頑張ったよ。いやー、大丈夫だよ。出せ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 。
頑張ったよ。相当悔しかったんだろうなって、すごいいろいろプレッシャーとか感じることもあるし、なんかタジだからこそなんかいろいろ感じるものとかあったのかなって思って、いろんな不安が多すぎて辛くて、目指す場所があまり分からなくなってしまいます。正直きつくつつきつくつ、セクシーで人っぽい歌やなと思って、みんなで一致してセクシー系の曲だと思うので、自分のコンセプトに当ててみんなの期待に応えたいなって思いました。おー、しゅうくん、しゅうくん、その高音のパート声が出せなくて、でなんか自分のせいで台無しにしたなって感じがあって、すごく悔しくて、ね、せっかくのメインボーカルなのに、せっかく信じてくれたメンバーの皆さんに申し訳ないなって思って、私はね、結構やばいかな。なんとなくこうやって、みんなでこう、それじゃ上手くなんない。一つの物事に対してさ、熱意がないじゃん、そこに。わかる？だって結局みんなが目指してるのは、
24日にこのチームバトルでベストパフォーマンスをするっていうとこが一番最終目標でしょ。だから一回一回の意識、じゃあどういう風にやってるのか、どういう感覚でやってるのかを研ぎ澄まさないといけないんだ。ちょっと情けないというか、もっとそういうとこ意識して頑張らないとなと思いました。